怪談師のスペシャリストが2人とんでもないです、怪談やるって言われですけれど、はい、ぜひぜひお聞かせください。僕なりに、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユーマ研究家の中澤武史です。私はユーマ、未確認生物を調べる活動を専門でやっているんですけれど、ユーマに限らず、その UFO とか幽霊とか超能力とかそういう、いわゆるオカルトと呼ばれているもの、子どもの頃はもうオカルト本に載っていることとか、オカルトの番組とかで紹介されていることでもう 100% ね、信じていて、アメリカ政府は宇宙人とも密約を結んでいるとか、もうイギリス政府はネッシーをすでに捕獲しているとか、そういうのも全部 100% 信じている人間だったんですけれど、悲しいことに調べれば調べるほど、これ全てのオカルトがそうだと思うんですけれど、やっぱりインチキとかがすごい多くて、昔信じていたものが、ああこれも嘘だったのか、これも勘違いだったのかみたいにどんどん分かってきちゃって、でユーマも子供の頃はね、本当にユーマの本に載ってるもので全部いると思ってたんですけれど、あこれいなそうだなとか、あこれ絶対いないな、これもインチキだったなみたいに思うことが本当に多くて、それは寂しいなと思っているんですけれど、ただ調べても調べても、あこれは本当にいそうだなと思うユーマもやっぱりいて、そのうちの一つっていうのが、これなんですね。日本で一番有名な未確認生物ツチノコってやつですね。僕このツチノコは本当 100% いると言ってもいいんじゃないかなと思うぐらい、僕はこのツチノコの実在は信じています。ツチノコ、皆さんね知ってるとは思うんですけれど、基本的には蛇の一種と言われていることが多くて、まだ未知の蛇、まだ発見されていない蛇だと思われていることが多くて、で特徴としてはこのビール瓶のような体フォルムを持っていて、この体でどうやってそれができるのかわからないんですけど、2メートルぐらいジャンプするっていうね、ちょっと不思議な習性を持っていたりとか、あとこれあんまり知られてないのかもしれないんですけれど、ツチノコって瞬きをするんですね。でヘビって瞬きはしないんですよ。だからツチノコってヘビって言われてるけどヘビではないんじゃないかなっていうふうにもう考えてる人もいたりとか、あといびきをかいて寝るとか、結構いろいろね不思議な特徴をたくさん持っている、未確認動物なんですけれど、僕はこのツチノコの存在をなんで 100% 確信するようになったかっていうと、このツチノコっていうのは日本では、北海道と沖縄を除く日本全土で目撃がされているという、非常に広範囲で、目撃されている未確認生物なので、この怪談を聞いてくださっている方も、お近くでツチノコの目撃談一つや二つはあると思うんですけれど、やっぱり目撃が集中しているエリアっていうのはその中でもいくつかあるんですね。で僕もそのツチノコの目撃が日本でも特に多いところ何箇所か足を運んでいるんですけれど、そのうちの一つに岐阜県の東白川村っていうところがあって、で僕ここ行った時に、本当にね衝撃的で今でも忘れられないんですけれど、僕いろんなユーマを探しに行くんですけれど、もちろん探しに行ってユーマそもそも見れないんですよ。ちょっと探しに行ってすぐ見れるんだったらやっぱり未確認生物としてあり続けられないというか、とっくにもう見つかっちゃっているので、やっぱ僕がちょっと行ったぐらいじゃ見つからないので、正直その未確認生物探しに行った時に本物のユーマは見れなくても、 そこでユーマが確かに目撃されたんだっていう痕跡みたいなものがあるだけでも僕とかはすごいテンション上がっちゃうんですけれど、残念ながらね現地行っても信じてない人が多かったりして、例えば富士五湖の一つに本栖湖っていうところ湖があって、で本栖湖にはモッシーっていうネッシー的なね未確認生物が目撃されてるって言われてるんですけれど、で僕はモッシーを探すために貸しボートを借りて、本栖湖の中で魚群探知機を使って巨大な生物出ないかなみたいに調べようと思って行ったんですけれど、貸しボート屋のおじちゃんにモッシー探しに来たんですけどって言ったら、俺ここでもう何十年もボート貸しボート屋やってるけど一回もそんなもん見たことねえなみたいなこと言われたりとか、現地って現地の人も信じてないみたいなリアクションをされることがすごい多くて、だからわざわざね僕はいると思って信じていくのに現地も全然冷たいみたいなことが本当多いんですけれど、この東白川村行った時にですね、たまたまゲートボールをやってるおじちゃんおばちゃんの集団を見かけて、
まあ、多分12人ぐらいいたのかな、12人ぐらいでゲートボールをしてたんですけれど、僕ツチノコを探しに東京からやってきたものなんですけれど、もしかしたらこの中にツチノコ見たことある方いませんかって聞いたらですね、なんと半分ぐらいの人が手を挙げたんですよ。12人ぐらいいたんで、まあ、6人ぐらいがね、たまたまあったおじちゃんおばちゃんが半分ぐらいツチノコを見てる。これたまたま会ったおじちゃんおばちゃんの半分が嘘つきっていうのは、ツチノコがいるんだっていう話よりもリアリティがないと思うので、あ、これは間違いなくなんかいるなっていうふうに僕は確信したんですけれど、でツチノコってね、いろんな特徴があるんですけれど、最初にお話ししたようにジャンプしたりとか、瞬きしたりとか、いびきをかいたりとか、いろんな特徴があるんですけど、そのツチノコの特徴の中の一つに僕はずっと不思議に思っていることがあって、このツチノコって毒蛇だって言われてるんですよ。毒を持っている、噛まれるとすごい強烈な毒があって人がもう最悪死んでしまうみたいなことを、これいろんなところで言われていて、この東白川村もね、ツチノコ館っていう、まあ、ツチノコの資料がいっぱい展示してある、施設があるんですけれど、そこにもツチノコはちゃんと毒を持ってるって書いてあるんですね。ただ僕やっぱユーマ研究家っていうことで、いろんなツチノコの目撃事件も調べてるんですけれど、調べても調べてもツチノコに噛まれたことがあるっていう人の話が一個も出てこないんですよ。だからなんでツチノコが毒蛇だっていうふうに言われてるのか、ずっと不思議だったんですけれど、ただこの東白川村でいろいろ調べていって、今の僕はツチノコがなんで毒蛇って言われるようになったのか、僕なりにちょっと一つ仮説ができる話があります。こういった理由でツチノコは毒蛇っていうふうに言われるようになったんじゃないかなと思うことがあったんですけれど、この東白川村にはですね、まあ、ツチノコを使った、まあ、ちょっと町おこしみたいなこともしてて、まあ、年に1回ツチノコフェスタっていうゴールデンウィークとかにやって、みんなでツチノコを探しに行くイベントとか、先ほどもお話したようにツチノコ館っていうのがあって、ツチノコ館に行くと、まあ、電気で動くツチノコの模型みたいな口パカパカ開けてて、それが歓迎してくれてたりとか、あとツチノコのお土産がいろいろ売ってたりとか、あとツチノコ公園っていうね、まあ、本当公園とかもツチノコの名前とかがついてたりとか、いろいろあるんですけれど、その中にツチノコ神社っていう施設があるんですね。で、実はそのやっぱりツチノコの話とかをしていると、僕の周りのいわゆるオカルト的なことが興味ある人も、いや、ツチノコなんてもし仮に捕まったとしても、まあ、変わった形のヘビじゃんとか、ちょっと変わった形の動物が見つかっただけで、なんかそれそんなに騒ぐようなことなのみたいに、その幽霊とか宇宙人とか興味ある人からもちょっとツチノコに対して冷たいリアクションをされてしまうことがあるんですけれど、ただね、ツチノコってね、僕やっぱただの動物じゃないと思うんですね。その東白川村にツチノコ神社っていうのもあるのもそうなんですけれど、もともとツチノコっていうのはただの動物ではなくて、まあ要はカッパとか天狗みたいなちょっと妖怪、あと神様みたいな側面もあったんですね。で、昔は、今でこそね、ツチノコって捕まえたら懸賞金が出るみたいな話も出てますけれど、ツチノコのいる山に入るとたたりに遭うとか、あと最悪もうツチノコと目が合っただけで死んでしまうとか、もうそういう怖い話があって、だからツチノコがあの山には出るから入っちゃダメだよみたいに昔は言われてたんですね。それがなんとなく今ではむしろ捕まえるためにみんなが山に入っていくっていうふうに、時代によってどんどんツチノコのイメージが変わってきたんですけれど、この東白川村にあるツチノコ神社っていうのは、ツチノコがまあただの動物ではなかった時代のね、記録を残している、まあ、貴重なものだと僕は思うんですけれど、でこのツチノコ神社に行った時に、まあ、神社なんで御神体があるんですね。でツチノコ神社の御神体何かっていうと、これたまたまツチノコの形に似てる木の根っこみたいなものが東白川村で発見されて、まあ、それが今御神体として神社に1個置かれているんですけれど、ただ僕が見に行った時は御神体1つしか置かれてなかったんですけれど、本当はツチノコの御神体って最初2つあったんですよ。これなんで僕が知ってるかっていうと、まあ、僕やっぱユーマ研究家仲間が、まあ、世の中にそんなにユーマ研究家っていないんですけど、多少ユーマ研究家ネットワークみたいなものがあって、で僕は心の師匠だと思ってるユーマ研究家の先輩で天野道博さんっていう方がいるんですけれど、天野さんは僕が初めて東白川村に行くもう10年以上前にもうこの東白川村を訪れていて、ツチノコ神社も行ってるんですけれど、でそこに行った時にはツチノコ神社の御神体2つあったんですよ。で、まあ、僕もね、似たようなことよくやるからシチュエーションはなんか頭に思い浮かぶんですけれど、多分ね、すごい物欲しそうな目でツチノコ神社の御神体を見ちゃったんですね。僕も結構それよくあって、なんか
ユーマを探しに行ったら、その例えばヒバゴンっていうね、広島にビッグフットみたいなやつがいるんですけど、それを探しに行ったらヒバゴンのお土産がいっぱい売ってて、ヒバゴンキーホルダーとかヒバゴンお守りとか売ってて、それの発売中っていう、好評発売中ってポップがあって、すごいそれを多分物欲しそうな目で見てたみたいで、あの売店のおばちゃんがそんなに欲しいならこれあげるよみたいなこと言われてもらって帰ってったこととか僕もあるんで、すごいわかるんですけれど、天野さんもおそらくその時と僕と同じような目をしてて、土の子神社の宮司さんがそんなに欲しいならご神体持ってっていいよって言ってくれたらしいんですよ。で天野さんはちょっとびっくりして、えいいんですか、ご神体ですよね、持って帰っていいんですかってやっぱさすがになったんですけれど、まあ2つあるし別にいいんじゃないみたいな、結構宮司さん軽い気持ちでおっしゃられたんで、天野さんは喜んで、あじゃあいただきますって言って、ご神体1つ譲り受けて、で本当は天野さんもうちょっと土の子探検を現地で続ける予定だったんですけれど、あの相手の気が変わってやっぱり返してくれって言われるのが怖くなったって、すぐに東京に帰ったんですね。でもうちょっと土の子探検本来はやる予定だったんだけど、ご神体早く持ち帰りたいって言って東京に帰ったんですけれど、でそれから数週間したら東白川村の土の子神社の、ご神体を譲ってくださった方から天野さんのところにお手紙が届いたんですよ。で僕もその手紙見せてもらったんですけれど、あの本当に達筆な文字で書かれてて、あの素晴らしいことだと思うんですけど、達筆っていうことは、ただ僕も見たんですけど全く何て書いてあるか分かんないですよ、達筆すぎて。ただあの手紙が来た状況タイミングからして、これご神体返してくださいってもしかしたら書いてあるんじゃないんですかねって僕ら周りの人間は思ったんですけれど、ただ天野さんからしたらね、せっかく手に入れた貴重な資料ですし、まあ返してくれって本当に書いてあるんならしょうがないけど、読めないし、いやいや分かんないよこれじゃみたいな感じで、天野さんとしては特にリアクションもせずに、まあご神体そのまんま自分の資料として自分の部屋に飾っていたんですけれど、ただですね、この天野さんってやっぱユーマ研究家ってやっぱいろんなとこ飛び回らなきゃいけないんですごい鍛えてる方で、一時期はボクサーを目指してたぐらいすごいスポーツマンの方だったんですけれど、この土の子神社のご神体を持ち帰ってきてから1ヶ月もしないうちに、なんか足に不調を感じるようになってきたんですね。で最初の頃はなんか歩くとき足痛いなぐらいだったんですけれど、だんだん本当に片足がもう動かなくなってきちゃって、で最終的にはまあその病院にも行ったんですけれど、原因もわからないということで松葉杖を使わないと歩けなくなっちゃったんですね。ますますこう周りの人間はこれもう土の子のたたりなんじゃないかと、もうご神体を返さないから天野さんに足にたたりが来てるんじゃないかって、まあ天野さんの周りは僕も含めてオカルト信じてる人が多いんでみんなそう言うんですけれど、ただ天野さんっていうのはネッシーとか土の子とかユーマは信じてるんですけれど、幽霊とか神様とかたたりとかそっちのオカルト的なものは一切信じてない人で、まあ結構ここまでいくと変わってるなと思うんですけれど、一緒に神社とか行っても俺神様とか信じてないからって言ってあの中にも入らないっていう、そのくらいなんかそういうものを全く信じてない、もうそこまでいくとね変わってる人だと思うんですけれど、だからいや返した方がいいですよとか、これたたりなんじゃないですかって言っても天野さんずっと返してなかったんですけれど、どん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 やっぱ足が悪化していって、本当にあの今見ると天野さんの片足が引きずっている時に本当に蛇が這いずるみたいな、もうこうズサズサズスズズズみたいに、もう蛇が這いずる回るように今足を引きずりながら天野さんは生活をしています。僕は、天野さんのこの症状を見た時に、なるほど、ツチノコが毒蛇っていう、まあ、ふうに語られるようになったことってこういうことなのかなと思いまして、要はツチノコっていうものはもともとはやっぱり妖怪や神に近い存在だったんですけれど、今、まあ、未確認生物としてツチノコの話を広めていく時にやっぱたたりを持ってるっていうのがやっぱ非科学的じゃないですか。でやっぱ生物、未確認のまだ見つかってない生物としてツチノコがいるんですよ、でタタリも持ってるんですよって言ったら誰も信じてくれないですよね。だからそのタタリを持ってるっていう設定がまあいろいろあのリアルな動物として解釈できる設定に変わっていって、誰も噛まれた人がいないのにツチノコは毒蛇という話になっているんじゃないかなと、それが今のユーマ研究家中澤武史の先輩が会ってしまったたたりをもとに導き出した仮説です。ありがとうございます。
はい、ということで中澤さんにあの階段をね聞かせていただいたんですけど、はい、これちょっと、はい、僕未だかつて聞いたことのないタイプの階段というか、はい、いや本当ですね階段なんですかねちょっとすごい階段だと思います。良かったやつだったら、はい、一粒で二度おいしいみたいな、はい、いやそうっすよね、そのユーマの話もあって、はい、怪奇現象も起きてて、うんうん、この話はめちゃくちゃおもろいっすね。 ありがとうございます、はい、なんか結局でもその達筆な文章ってのは未だに解読できてない。そうですね、未だに解読できてなくて、ただ実は昨年、はい、ご神体天野さん返しに行かれたんですよ。実談じゃないですけれど、はいはい、まあ、やっぱり天野さんとしては別にたたりとか信じてるわけではないんですけれど、うんうん、まあ、まだ僕は早いと思うんですけど、ちょっと最近就活を意識しだされてて、でその、はあ、やっぱりそのね、なんだろう、ユーマの本とか、うん、いろんな僕も持ってますけど、各地で買ってきたお土産とか、うん、そういうものは誰かに託してもいいけど、うん、ご神体託されるの嫌じゃないですか、うん、だからやっぱりこれはやっぱり自分が生きてる間に何とかしなきゃいけないと思われたらしくて、うん、実は昨年でもうね、当時譲ってくれた宮司さんとか亡くなられてしまってるみたいなんですけど、はい、一応返しには行ったみたい。でもその土の子神社には今そのご神体が2つあるっていう状態ですもんね。おそらくそうだと思うね。はあ、なるほど、はい、ってなったらその今見てなかった中澤さんは2つ目のやつ見たいですよね、はい、見たいです、見たいです。へえ、それもし行った時に、中澤さんが行った時に宮司さんがそんな欲しいんだったらどうぞって言われたら、ね、悩みますよねでもやっぱ足がね動かなくなる、はい、いや本当天野さんスポーツマンだったんで、ね、あんな足になっちゃうの見ると僕はやっぱ天野さんと違ってたたりとかも結構信じてる人なんで、でしかも別にご神体返しても天野さんの足未だに治ってないんですからね。なんか返したって聞いた後に、うん、足その後どうですかって聞いたんですけど、うん、やっぱりダメだねって言って、 ただなんかそのちょっとよくわかんない話なんですけど、はい、ご神体返して数日後になんか若い女の子と仲良くなれたからお礼なのかなみたいなことは言ってました。ちょっとわけわかんない話ちょっとわけわかんないちょっといらない話ですね全然いらない話なんですけどみたい なんかこれが神様のお礼なのかなみたいなことはちょっと言ってました。足なんとかせよ。そう、足をなんとかしないとねどうしようもないんですけど、だとしたらそのプラスマイナスだったらマイナスでかかるんで、はるかにマイナスの方がちょっと仲良くなっただけです。ちょっと別にめちゃくちゃ仲良くなったわけじゃない、ちょっと仲良くなった それでお付き合いしてるとかじゃないので全然もうプラマイのマイナスがでかすぎる。今天野さんの暴露話いいんじゃない、先輩の暴露話みたいな面白い、はい、でもたたりとかは本当僕避けたくて、はい、いや幽霊興味はあるんですけど、はい、幽霊ではいないよりはいた方がいいと思うんですけど、やっぱたたりとか嫌じゃないですか、はい、で幽霊、探しに行く時もできれば心霊スポットとかを通らずに行きたいんですけど、うん、不思議なもので、そのユーマ目撃されてる場所の近くって大体心霊スポットがあったりするんですよ。あ、そうなんですか。ユーマ見に行こうとすると絶対に霊が出るトンネルとか通んなきゃいけないとか、はあ、これなんかすごい情報ですね。なんか被ってるんですよ。はい、ネッシーもそうですね。ネスコってネッシーが有名すぎてそれだけになっちゃってますけど、はいはい、あの辺ってよくねネッシーが映ってる背景にお城が映ってるんですけど、はい、そのお城が心霊スポットでもあるんですよ、はい、だからあの辺もユーマだけじゃなくて幽霊も同時に見られてたりとかしてるんで、はー、それは知らなかったです。この情報だから日本でいうと千葉県におじゃが池っていう、はい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 、はい、まあ、ですよね。だって心霊スポットで有名だから階段やられてる方も当然ご存知だと思うんですけど、実はこっちはマイナーなんですけど、おじゃが池ってユーマも見られてるんですよ。はあ、なんか霊が有名すぎちゃってあれなんですけど、おじゃが池にはおじゃっしーがいるんです。ちょっと全部シーつけるんですか、ね、そう、これよくおじゃっしー、もうちょっと名前にバリエーション作ってほしいんですけれど、はい、あれその規模がちっちゃくなった、その湖から池になったとしても、はい、そういう生物がいるんですか。いる、まあ、あのね、形的に言うとあんまネッシーと似てなくて、はい、なんていうのか、ちょっとスライムみたい なネバネバした生き物がおじゃが池にいるって言われてて、それがおじゃっしーって言われてて、はい、で、あ、今ちょっとその正式な生物の名前ちょっと出てこないんですけど、はい、実はおじゃが池にはなんとかコケムシみたいな、なんかすごい、まあ、本当スライムみたいに見えるネバネバした生き物が本当にいるんですよ、はいはい、でこれをユーマとして
騒いだ人がいたんじゃないかとも言われてるんですけ どとはいえ、まあ、もちろん本当に未確認生物もいるかもしれないんで、僕もジャッシー探しに何度か行ってるんですけど、はいはいはい、ある時、まあ、夜行っちゃった時があって、はいはい、その前にいろんなユーマ探してて、はい、流れでここまで来たんだからおジャッシーももう一回探しに行こうと思って夜だったけど行ったら、はい、あそこ心霊スポットでも有名だから、はい、すげえヤンキーがいっぱい集まってて肝試ししてる人らがいて、はいでまあ、僕この格好なんで、はい、この格好でユーマ探しに行ったらもうヤンキーがいっぱいいて、はい、なんだあんちゃんみたいなすげえ囲まれて、はい、でお前もお化けとか探しに来たのかって言ったら、まあ、お化けっちゃお化けかなおジャッシーもみたいな思うんですけど、なんかおジャッシーっていうのを探しに来てって言ったらもうすげえ笑われて、はい、幽霊じゃねえのかよみたいに言って、やっぱ心霊スポットとユーマ目撃スポットは分けてほしいなってその時すごい。なるほど、別にそこで変な絡まり方をしたわけではない、ね。まあ別にお金とか取られたりはね、その時はしてなかったんで、まあ良かったんですけど、やっぱヤンキー怖いんで、でその向こうも相当怖そうと思いますよ。いやなんか。ユーマを探しに行くとあんまヤンキーに合わないんですよ、はい、でも心霊スポットって結構ヤンキーもいるから、はい、なるべくね分けてほしいなっていうのはね、いやでも住み分けをね、はい、大事なんですねやっぱ。だって一回土の子さんこうヤンキーじゃないですけど、はい、土の子探しに行ったら藁人形に釘打ちつけてる人見ちゃったことがあって、うわその頼むからユーマのいないとこで呪いはやってくれって思ってこっちなんで土の子探しに来たのに呪いの儀式見なきゃいけないんだろうとか。でもそれは怖いですね。でもやっぱ被るんですよ。さっき幽霊とユーマって言いましたけど UFO もそうで、はい、なんか不思議なもの見られる場所ってなぜか被りやすいんで、なんか共通するものはあるのかなとやっぱ思うんですよね。なるほどね。なんかそういうのが磁場というのがなんかあるのかもしれない。いやということでね、はい、中澤さんに本日、はい、いろんなお話聞かせていただいたんですけど、はい、最後にはこれね今更聞くのもあれなんですけど、はい、なぜこの格好してるんですか。今更だな今更だ。いや確かに一番気になること聞いてなかったですけど、いや確かにこの格好になった経緯みたいな知りたいですね。めちゃくちゃちゃんと語ろうとすると長くなるんですけれど、はい、簡単にお話しすると僕は地元茨城なんで、はい、その上京してくるときにそのユーマっていうか、まあ、作家志望で上京してきて、はい、そのでも作家になりたいと思って東京来たんですけれど、うん、家でパソコンで原稿売ってるだけだとなんか上京した意味がないなと思って、うん、なんか路上ミュージシャンとかがすごい羨ましかったんですよ、うん、なんか夢を叶えるために上京してきてる感があるじゃないですか、うんはい、ああいうの作家でもできないかなと思って、うん、そうか体中に自作の小説とかを俳句とか詩とか貼ればいいやと思って、はい、最初活字びっしりだったんですよ。怖っ怖いんですよ、はい、活字って怖いんですね。活字怖いですね。だから今の何倍もみんな遠巻きに見てくるし、はい、あとなんかやっぱ文章書くとメッセージ性も出ちゃうじゃないですか、はい、そうすると入れない場所とかがすごい増えちゃって、はい、生活できないんでどんどん今のスタイルに変わって生きていくために文字を減らしていきます。あなるほど、はい、で絵を描いてってなって、はい、今のスタイルに。そうです。これぐらいなら大体の場所入れる。え、これってお仕事がない日もこれですか。はい、僕はもうコンビニ行く時もこれで、はい、マジですか。そうです。だから今はありがたいことにバイトせずにもまあ生きていけるけど、はい、昔本当飯お金がなかった頃、うん、これでバイトの面接よく行ってたんですよ。で前どこも入れてくんなくてでやっぱ俺はバイトできない人なんだなってやっぱその時にちょっと一応面接は言うんですよ、はい、受かったらちゃんとそこの制服着ますよって言うんですけど、でもそれでもやっぱどこも採用してくんなかったで。いやマジで最高ですよ。多分ですけどこの格好でスリラーナイトの面接来てたら部長は採用してます、はい、本当ですか。中島部長だったら採用してるんじゃないかなって思いますね。いい職場ですね、はい、知らない人見たら僕も相当おかしいですけど、ね、全然なんか僕まともな気になりますもん。中澤さんと並んだらいやそんなことないんですけどね確かにこの横並びの図多分めちゃくちゃおもろいですよねそうですね。やばいかな。いやすごい。あそうなんですね、うん、これはでもじゃあ今後もこれを続けてって、はい、この格好はもうずっと。そうですね。まあやっぱりたまにですね、まあ、これしょうがないんですけど、はい、お葬式とか、はい、まあ、最近だとワクチン打ちに行った時とかこれつけてなかったんですけど、はいはい、その近所の人がこれつけてない僕たまたま見た時に、はい、今日つけてないんだねみたいに言ってくるんですよ。なるほど。逆に心配される。
なんか心配もあるし、なんかそれ恥ずかしいなと思って、今日つけてないんだねって言われるのがすごい嫌で、はい、やっぱ極力つけてないとダメだなって思っちゃいもんね。そうですね、はい、確かに。でも今後街中で中澤さん見つけた時すぐ声かけやすいな、はい、僕はもう一発で分かるんで。そうですね、中澤さんだってなるじゃないですか。ぜひ声をかけていただいて、見習って普段から学ランで生活しようかな。あ、もうぜひ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 。なんかやっぱり変な格好の人増やしたいなと思って。そうですね、みんなでいればね、なんか何が常識か分かんなくなるからね。はい、ということで本日中澤さんに素敵なお話聞かせていただきましたけれども、最後に何か告知とかあれば。そうですね、僕あの今 YouTube やってて、はい、あの中澤武史のユーマオカルトチャンネルっていう名前で、週2回、水曜日と土曜日にユーマの情報を毎週配信しているので、うん、ぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、今回のゲスト中澤武史さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。